では皆さんの中で直接何かしらご質問いただける方はいらっしゃいますか答えられないときごめんなさいねじゃあそのまま喋り続けていいですかあじゃあそちらの方ああ今、ちょっと来たばかりで,ですけどあの以前ちょっとあのあの書かれてたことですかあのとんでも法を廃止って,、はい、ってんですけどど,どういう法律がとんでも法なのか知りたいんですけど。 ありがとうございます、えー。今到着されて、なんとなくこっちに来て、誰か発言ないかて、いきなりマイクを握ってくださった勇気ある方、ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎が皆さんからのご質問にお答えをしております。以前、参議院、去年の参議院選挙ですね、私たちが初めて旗揚げをして最初の選挙、その選挙で8作、8つの緊急政策というものの中で、このトン、 その6つ目ぐらいにとんでも法の見直し廃止ってものがあるんですねで、えー、例えばですけれども TPP 協定これとんでも法ですねはっきり言っちゃえば他にも PFI 法これ水道民営化につながるような話ですね他にも水道法これも同じです PFI と同じようなもの他にもカジノ、漁業法入管法、趣旨法の廃止 他にも特定秘密保護法国家戦略特別区域法所得税法一部を改正する法律派遣法に安全保障関連法に係争法にテロ等準備罪要は全て問題があるものですねそういったものを当然権力取り返した時には元に戻すってことが私必要だと思ってますでどうして例えば TPP とか触れちゃいけないのってことなんですけど皆さん 例えばですけれども貿易の自由化必要だって思われてる方多いですよねさらにここから自由化していった方がいいと思われてる方も多いと思うんですでもねもうすでに十分自由化されてるんですよここにおいてさらに自由化を進めていくっていうことにおいて何が起こるかって言ったら国内産業弱りますよ当然より力を持った海外のそれに特化したような企業が日本の中でも 外国であっても国内企業と同じように扱わなきゃいけないような話ですから勝てますかそれを考えたとしたらこの TPP ってこの国を売り渡す国家の主権を差し上げるようなものだということをずっと批判してきたのが自民党ですよ野党時代の自民党 TPP これ何かっつったら この太平洋の周辺国、環太平洋の国々で人、金、物を自由に行き来させようぜっていう話、なんか聞こえはいいですね、でもとんでもない、例えばどういうものを自由にするかといったら関税、他にも非関税障壁、国内の貿易のルール、そういったものをなくしていこう、自由化しよう、でも自由化しちゃったらどうなるかって言ったら、当然国内産業を守れなくなりますよ。 取って代わられる、食っていかれる、そういうことにつながっていったら大変なことになりますよね、だから自民党反対してたんですよ、稲田さんが言ってたこととか出るかな、稲田朋美さん、知ってますこの方が野党時代にこの TPP に対してどういうことを言っていたか、TPP 賛成する方々、反対じゃないですよ、賛成する方々は、こういうキャッチフレーズがあったんですよ、何かっていうと、このバスに乗り遅れるな。 で一方で、稲田智美さん、2011年、11月、まだ野党時代にこういうことをおっしゃってました、えー、TPP はアメリカの基準を日本が受け入れ、日本におけるアメリカの利益を守ることにつながる、それは日本が日本でなくなること、日本が目指すべき理想を放棄することに他ならない TPP バスの終着駅は日本文明の墓場なのだ。日本文明の 墓場なのだで政権交代したら速攻賛成で進んでいきましたよね、まあ、結果トランプトランプ大,、えー、大統領が TPP に入らないってことになっちゃったんですけどねそれでも TPP1112 カ国でやっていくはずが1つ抜けちゃったんで11っていう形で前に進めていって。 アメリカが要求してたからしょうがないから各国が下げてきたいろんな基準をアメリカが入らない11だったらみんな元に戻そうぜってことにしたんですよ言ってる意味わかりますか説明下手でごめんなさいねアメリカ含めて12の国が TPP を結ぼうとしてたけれどもギリギリのところでアメリカが逃げた逃げたことによって11になったその11そのもともとの TPP で決めてたことは アメリカ相手に要求されてそれぞれの国がいろんなものを下げちゃってたんですよ基準を受け入れちゃってたでも結局アメリカが抜けたんだったら下げる必要ないやろって元に戻してくれっつってみんな戻していったんですよでも日本だけは元に戻さなかったんですよ言ってる意味わかります下手くそでごめんなさいね出てくるかなえっとね知財に関して知的財産権に関してやってること無茶苦茶なんですよ 要は日本の国益を第一に全く考えていないってことですね出てきたらええな出てきそう見つかったすいませんね5万枚ぐらいの資料の中から探してきてくれてるので少しお時間いただきます知的財産エンターテインメントとかいろんなものですかねそういう巨大エンタメ国家アメリカを忖度した凍結えー まあ何かと申しますと、えー、先ほど言いました TPP、最初は12の国々でフリートレードしようぜっていう立てつけ自由に人金物を動かそうぜっていう話だったそれに対してアメリカは最終的に入らなくなった入らなくなったことによって各国がアメリカとの交渉の中で下げてきたいろんな条件を アメリカいないんだったら元に戻すっていうことでどんどん戻していったんだけども残念ながら日本はそういう措置を取らなかったってことなんですよ例えばですけれども、えー、ここから行ってわかるかなあのね著作権延長著作権延長っていうようなことが、えー まだからアメリカが入らないってことでじゃあ著作権、これ短くしてるっていうものを延長する元に戻すっていうような形をえやっていくっていうようなことを各国やってったんだけど日本だけそれに乗らなかったってことですね、まあ、ちょっと今探してる間に別の話しますねで結局アメリカが抜けたことによって日本はどうしたかって言ったらこの TPP11 前に進めてさらにアメリカとは2カ国でやり取りをすることになったんですよ日米 FTA でもちょっと待ってくださいよ 今までアメリカ様から言われたことに対して日本断ったことあるんですかアメリカとの直接交渉の中で日本側が断るなんてことできると思います要は TPP っていう12か国でやり取りしてきたことならばまだまだましだったかもしれないけれどもアメリカとも TPP もありながらアメリカと直接的にやるっつったらよりアメリカにとってはプラスになりますよ だって宗主国様が植民地に対して命令するのと一緒ですからね、はっきり言っちゃえば。日本は独立国家とは言えませんから、アメリカからぎゅっと言われたら、当然それに従うっていうような関係性ですから、それによってこの先、どんどん食っていかれるっていうような道筋を作っちゃったんですよ、この日本自身が。ずいぶん大した保守だなって思いません保守を名乗っていながら、逆に言ったら国をどんどん切り売りしていってるようなことをどんどんやっていっちゃう。 だからごめんなさいね、えー、見つかる前までの間なんですけど、とんでも法って言われるようなもの、要はこれまで自分たちが主張してたことと180度変わる、TPP に入ってしまえば日本の国益が損なわれる、主権を差し上げるようなもんだ、TPP のバスに乗るってことは、地獄行きのバスに乗るってことだみたいなことを言ってたものが、手のひらを返す、例えばこういうものに関しては、これ難しいんですよね、海外との約束だから、協定だから。 ここから離脱するっていうのには当然信用を一部失うとかってことも伴うかもしれませんけどもこういうこともやっていかなきゃいけないだろうとでアメリカとの間に結んだことに関しても、えー、当然これはストップブレーキをかけるようなことをしていかなきゃいけないだろうとだってこの国の産業を守れなかったらこの国どうやって継続するんですか草刈り場にだけさせるなんてありえないでしょでも実際にそういうことをやり続けてるんですね 例えばですけど、さっき出てきた PFI、あと水道、水道民営化の話ですね、でこれもとんでも法で私たちがこれ、変えなきゃいけないって言ってるものなんですけど、ちょっとなかなか出てこないので、そっちの話にちょっと移っていいですか、例えばですけど、とんでも法、これを変えていかなきゃなんないよ、もともとの権力者たちが間違った選択をして決めてきたことを、自分たちが政権を取り返したときに変えていかなきゃなんないとんでも法、その中に PFI とか。 水道法っっててものが入ってます要は水道民営化につながる話ここの PFI っていうところの先頭に立ってたのが先ほどの竹中さんでもありますでわざわざ日本の水道を民営化するってことを海外に対して説明しに行ったのが麻生太郎さんですねそこいける令和新選組代表山本太郎がマイクを握って、えー、これまで 政治の場で決められてきたとんでもない法律そういうものをやはり政権を取り返してこれ正していかなきゃならないっていうお話をしています例えばですけれどもこちら2013年の麻生さんの姿です麻生太郎さん4月2013年4月この時に後ろに CSIS って書いたの見えます ?CSIS って何かといったらアメリカにあるシンクタンクで企業側 企業側をおもんばかりような政策を主に作っているようなシンクタンクなんですねでこの CSIS という中にはジャパンハンドラーと呼ばれる方々いらっしゃるんですよ要は日本人コントロールしてるみたいな人たちですねこれ陰謀論でも何でもないんですよジャパンハンドラーで調べてみてくださいでその総本山に行って何をしてるかっつったらこの国に生きる人々に説明をする前にアメリカに渡って CSIS のところに行きそして 水道を民営化するってことを自分で言っちゃってるんですよ皆さんそんな説明受けてませんよ読みますね何て言ってるか、えー、この水道はすべて国営もしくは市営町営でできておりましてこういったものをすべて民営化いたしますちゃんと読みますね水道はすべて国営市営町営でできていてこういったものをすべて民営化します聞いてましたそんな話 2013年4月ですよ誰にもそんなこと言ってない勝手に言ってんですよ水道って何かっつったら命につながるものですね水道法っていう法律があるんですけどこれは憲法25条生存権につながっている法律だと言われてますつまりは水っていうのはそれぐらい重要なものだっていう認識なんですねそれに対して皆さんの税金で作られてきたこのインフラを 海外に対してこれ、売り払うっていうことをわざわざアメリカ CSIS のこういった場所で言っちゃってるんですしかも民営化しますってつってんのはこれだけじゃないんですね他にもあります、えー、学校を作って運営は民間民営化する公設民営そういったものもえ考えていると要はいろんなものを企業側の手に委ねていくってことをすでに言ってるんですね でそれの何が問題なのってことなんですがおそらくこういう手法が行われるのは PFI っていうやり方なんだってことなんですもともと公営でやってたものに対してこれを民間に渡すでも世界中ではそういうことを行って問題がいろいろ起こってます起こった結果どうなったかといったら民営化したものをもう一度再公営化 行政の手に取り戻すっていうことが世界中で行われてることなんですね現在の主流は最高栄化最高栄化とは何か運営を民間に任したものを自治体に取り戻すってことが世界の流れなのに真逆をやっている例えばこの15年間で水道事業に関して最高営化 民間から取り戻しましたっていう事例は35カ国、少なくとも180件今もっと増えてるかもしれませんこれ、3年前ぐらいのデータで申し訳ないんですけれどもヨーロッパ、南北アメリカアジア、アフリカ有名な事例を含めて先進国、後進国一切関係なくいろんな国々で民営化されたものをもう一度再公営化するってことが次々に行われているってことです例えばパリ、アトランタベルリンブエノスアイレスブダペストクアラルンプールなどなど はいどうして民営化したのにもう一度取り戻したんですか民営化したらねえらいこと起こったんですよ例えば料金が高くなっただって事前事業じゃないですからね利益上げなきゃいけないでしょ株主のためにやられるんですよね当然料金を上げていくっていうことが必要料金下げたら逆に水質悪くなりますよどっちがいいですかみたいな話ですかね他にも設備投資が不十分 契約までの年数を考えたら今、ここの水道の管路をやり替えるって言ったら再三取れへんなこのままにしとこうとそういう話ですかね設備投資も不十分何よりも経営が不透明役所がやってれば、えー、情報開示いろんなものを求められるけれども民間に対してはこれ企業秘密ですみたいな話でなかなか出てこないってことですねこういうことでそういう形になっていったってことです で2018年には日本の国内においては水道法の改正であったりとか PFI と呼ばれるようなものこういうものが前に進んだってことなんですねはいじゃあ PFI って何なんですかってところ行こうかな今出てきました PFI という言葉何ですかってことなんですけど政府にはお金がないでしょ地方政府にもお金がないでしょじゃあこの事業を 民間の活力、民間のアイデアを使ってもらって、安くやってもらおうよ、効率よくやってもらおうよっていうような考え方が PFI だってことなんですよ。かなり雑な説明でごめんなさいね。公共事業の一つのやり方、プライベートファイナンス・イニシアチブ、PFI。で、これによってどうなっていったかってことを説明してまいります。PFI、これ、始まった国はどこかっていうと、手法ですね。 PFI という手法が始まったのはイギリスなんですよイギリスが発祥の地でもイギリスではこの PFI というやり方を使った場合に公共が直接やるよりもとんでもない金額がかかっちゃうっていうことが分かったんですお金かからないように民間の地へ借りよう力借りようってことで始まったのに公共が直接するよりもとんでもなくお金かかるような形になっちゃったっていうのが PFI だからイギリスではもうこれ PFI やめる方向だっていう選択なんですよ例えばどれぐらいお金かかったかはいこちら、えー、2018年ザ・ガーディアン1月の記事イギリスの会計検査院がこの PFI でどれぐらいの損失が生まれるかってことをしっかりと調査をしたその結果どうなったかイギリス会計検査院納税者は PFI 契約のために 2000億ポンド約30兆円余計に支払うことになるおかしいでしょ公共がやったら金かかるだから民間に任せようだったのに公共がや,やるよりもとんでもなく費用がかかるってことが分かったってことなんですね他にもございます2018年1月のイギリス,ギリス会計検査院の報告ではという記事を載せているのが2018年2月のフィナンシャル・タイムズ イギリス会計検査院の報告では PFI を利用して建設した学校は公的機関がやった場合よりも4割も高く病院では6割を超える費用が余計にかかるもうこんなんありえないでしょ普通に考えて皆さんのお金を いかに企業側に横流しされるかという取り組みのために PFI っていうものが利用され続けてるってことがイギリスで分かったわけですよ結果どうなったかといったらもう PFI、これ赤んなって話になったなってんのに日本ではこの法律を改正してさらに前に進めようってことが2年ほど前これ前に進んじゃってるってことなんですよ何週遅れやってることむちゃくちゃですよこの国の国切り売り売 皆さんから絞り取ったお金も全部企業側に横流し公共で儲けさせる民間をそれをやろうとしてるって話ですで先ほど言いました PFI2 条出してはい PFI 法私もこの PFI 法の審議に参加してた参議院議員の時に PFI 法の2条を見れば日本がこれからこういうやり方イギリスで大失敗したやり方をどこまでの範囲やりますかってことが書かれています読みます PFI 法2条道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道工業用水道等の公共施設庁舎、宿舎等の公用施設賃貸住宅および教育文化施設廃棄物処理施設医療施設社会福祉施設更生保護施設駐車場、地下街等の公益的施設 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設、廃棄物処理場を除く、観光施設および研究施設、船舶、航空機等の輸送施設および人工衛星、全部ですって、イギリスがやって大失敗して、みんなのお金を企業側に最大限流し込んだ。 公共がやるよりも何倍もお金かかるっていう失敗のやり方を日本ではここまでの範囲やるって政治は誰のためにあるかってこの国に生きる全ての人のためにあるんですよね小倉、えー、駅前でマイクを握っているのがれいわ新選組代表山本太郎です皆さんから直接ご質問をいただきそれに対してお答えをするという取り組みでございますお時間がない方はぜひチラシチラシだけでもお持ちください